So from now on, I'm going for a walk with a local bull. And today, here's the guide, Keita-san. Keita-san, よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速じゃあ、はい、お散歩に牛さんと一緒に行きましょうか。はい、行きます。Let's go!じゃあケイタさん、はい、この体験はどういう体験になりますか？これは闘牛ふれあい体験で、徳之島、日本の中では徳之島でやってる闘牛っていう文化を、闘牛っていうと牛が戦うっていうのがイメージがあると思うんですけど、その牛が戦ってる以外の普段の日常、365日のうちの364日の日常の部分を触れていただく、知っていただくっていうような体験になります。戦ってない時はすごいおとなしくて、おっとりした表情をしてたり、可愛い顔をしてたりするので、こんなに大きな筋肉もりもりの牛がどんなに可愛い顔をしてるのか、あとまた牛さんがどんだけこう愛情かけて育ってるのか、そういうところを見てもらえたらなと思います。またこう途中で入る牛舎の中は、夕方になると牛主さんと地域の人たちの交流の場になったりとか、また高校生たちが集まって牛の世話の仕方を学んだりとか、そういう意味ではこう集落の中の横のつながりと縦のつながりがこう交わるようなポイントっていうところ、コミュニティの真ん中にあるっていうのがこの牛舎の役割なので、ここにお邪魔できるっていうのが魅力かなと思います。闘牛を通して集落がまとまってるっていうような感じですかね。そうですね。素敵な場所ですね。はい。この田本牛舎さんはどのくらい闘牛を育てられてる歴史があるんですか？闘牛はじいちゃんの頃からなんで、小さい頃からで、小さい頃から牛飼って、もう小さい頃からずっとここで育ったんですか？はい、ですね。何年ぐらいされてるんですか？何年も、ちっちゃい頃からですね。で、一回高校卒業して島出て、都会には牛いないんで、畜産牛しかはい、はい、でやっぱ牛が見たいっていうことで島に引き上げて、恋しくなって帰ってこられたんですか？はい、ですね。うわ、もう牛さん大好きってことですよね。ですね。すごい、闘牛ラブが。戦いはいつにあるんですか？次は正月。お正月、はい、この子は出られる、これと中にいるの、ぜひ買ってほしいですね。頑張ってください。頑張ります。So, Tokunoshima Island is famous for the fighting bull competition. So, seeing the bull's daily life it was really precious and really unique experience for me. And we've got message from Keita-san. Hello everyone, I'm Keita Fukumoto of Musubiya. I will tell you about the charm of Tokunoshima, including island life and the natural environment.I can also provide an interpreter who is fluent in English. So please feel free to contact me. Anytime!